ザック・コリンズはアメリカ合衆国ネバダ州ノースラスベガス出身のプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。ネバダ州ラスベガスにあるビショップ・ゴーマン高校時代は州王者4連覇を達成。ゴンザガが大学ではベンチプレイヤーとしてチームを支え39試合で 平均10.0得点5.9リバウンドの成績を残し NCWA 準優勝に大きく貢献した。コリンズは新入生シーズンの終わりに大学の資格の残りの3年間を放棄し2017年の NBA ドラフトに参加する意向を発表した。2017年の NBA ドラフトでサクラメントキングスに全体11指名を受けた後、 ポートランドトレールブレイザーズへのトレードが成立し、2017年7月3日、トレールブレイザーズと契約した。2019年11月5日、トレールブレイザーズは、コリンズが、左関節唇の修復に成功した手術を受け、約4ヶ月間入院すると発表した。2020年12月30日、トレールブレイザーズはコリンズが、 左内側くるぶしの修復手術を受け、成功したたと発表した。疲労骨折の結果として、シーズン全体となった。コリンズは再度骨折し、2021年6月29日、トレイルブレイザーズは、左内側くるぶし疲労骨折を修復するために2回目の修正手術を受けたと発表した2021年8月11日、サンアントニオスパーズと契約を結んだ。 レギュラーシーズンプレイオフありがとうございます。